やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと、はい、今日も翔子先生に聞いていきますが、はい。はい。こんばんは。こんばんは。はい。はい。はい、お題お願いします。はい。今日のお題は、うん、よく聞かれるんですけど、これ。はいはいはい。生の花、生花がいいのか、ドライフラワーとか造花っていうのは、家に置いといてどうなのとか、うん、あと観葉植物とかそういうなんか家の植物系の話を聞きたいです。どうなのかしらと思って。OK です。はい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 、うん、最初に言っとくんですけど、はい、ドライフラワー作家さんとかね。はい。それから、なんだっけ、バラでキュッてなんて、なんだっけ、あれ、なんて言うんだっけ。うん、ドライフラワーみたいなやつの、なんか色がきちんとしてる。あ、ブリザード。あ、フラワーかな、うん。うん。はい、とかを趣味でなさってる方には非常に恐縮なんですが、うん、これは、あくまでも気の流れっていうことはエネルギーってことで言いますね。はい。風水とか。はい。あくまで。であくまで、はい。あくまでも。あくまで。いや、私もドライフラワーのリースとか、うん、そういうね、ブリザードとかのフラワーいただいたりしますよ。で、あ、かわいいなと思うんですよ。嫌いではないです。言っておきますけど。はい。はい、で、まず、うん、お家の気の流れを良くしたいとか、うんうん、それから邪気を払いたいとか、うんうん、そう思っている方々にとっては、うんうん、ドライフラワーとか、ブリザードっていうのはおすすめできないんですよ。うん、はい。で、うん、それはなんでかっていうと、うん、ドライフラワーって、うん、すごい、究極な言い方すると死んだ花なんですよ。はい。ね、うん、だから、気の流れを良くするとか邪気を払うためにはちょっとよろしくない。で、気の流れを整えるとか、それからあと邪気を払うときにはやっぱり生の花の方が良くて、はい、花とか、はいはい、あと観葉植物とか、うん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 、で、観葉植物っていうのはすごい、まあ、光合成しながら、うん、その部屋の気の流れを整えていくので、うんうんうん、だからあった方がいいと思うんですね。なるほど。でも、うん、ただ、世話しきれなくて、はい、ね、うん、私の友達で、うん、私ね、サボテンも枯らす女なのって自慢してる声があったんだけど。たまにいますよね。全部枯らしちゃうみたいな。うん。で、それは二種類あって、構いすぎて、枯らす、うん。水揚げすぎて。はい。で、構わなさすぎて枯らす、うん、どっちかなんですけど、で、そういう人は別に、うん、無理に観葉植物を買わなくていい。なるほど、ね、うん。なくてもいい。でも、なくてもいい。うんうん、その代わりお願いしたいのは、うん、お花を飾る。なるほど。うん。花瓶。花瓶に。花瓶に。うん、お水を入れて、うん、そこに、うん。で、私って玄関に必ずカサブランカがある人なんですよ。おお。カサブランカ、ユリね。うん。翔子先生っぽいね。なんか、好きそう、カサブランカ。そう、カサブランカ絶対あるでしょ。だから、娘のマンションに行っても、それから秋葉原の自宅に戻っても、それから長野の、お山の小屋に行っても、カサブランカ必ずあるんですよ。へぇー。で、それはなんでかっていうと、まあ、香りっていうのもあるんですけど、必ず玄関なんですよ。はいはい。で、そこが、カサブランカっていうのはすごく、まあ、私にとっては、馬の合う、気の合う花で、うん、うん。で、私を元気にさせてくれるんですよ。うんうん、だから、出かけるときとか帰ってきたときも匂いがふわってしてたりとか、うんうん、あと綺麗に花が咲いていたりとかすると、うんうん、自分がすごく浄化されるんですよね。うんうん、ところが、すごい元気がなかったりとか、あと、例えば娘のマンションにね、娘がドヨーンとしてるときに、大丈夫って私が行ったときに、かさぶなんか持っていくじゃないですか。うんうん、で、刺すと、もう、ものの見事に枯れるんですよ。二日ぐらいで。ほうほうほう。だけど、私の山小屋って気の流れがめっちゃいいんですけど、そうすると、まだ咲いてくれてんのっていうぐらい咲くんですよ。うん。だからその花っていうのは、気の流れが悪いものを吸ってくれて、で、すごい早く枯れてしまったりとか、うん、それから、
気の流れがいいとずっと咲き誇ってくれたりするので、で、うん、花ってわかりやすいんですよ。気の流れがどうなってるか。うんうんうん、だから、観葉植物も、吸ってくれて、うまくいくんですけど、枯れたりはしないけどね。うん、まあ、うん、枯らす人もいるけど。だから、一番いいのは、生花で、うん、小花とか何かをお家のどこかに飾るっていうルーティンは作った方がいいと思う。うんはいうん、それは、道に咲いてる花でも全然いいです。うん、予算地に咲いてる花引っ込んじゃダメですよ。うん、だけれども、うん、道に咲いてるお花とかでいいなと思ったらとか、うん、それがマーガレット一本でもいいし、うん、タンポポすぐくたってなっちゃうけど、何か、お花屋さんに行って、あ、綺麗なお花って言ったらそこで飾っていいと思います。うん、ただ、お花っていうのは、悪い気を吸ってくれて、で、枯れてしまった時には、うん、ありがとねって言って捨てることが大事です。ありがとね。この家の中の木の流れを吸ってくれてありがとうっていう。うん、そうそう。で、それが吸ってんだか吸ってないんだか、枯れてんだか枯れてないんだかわかんないドライフラワーっていうのは、うんうん、やはり、目で見、もうめでるということはいいかもしれないけど、なるべくだったら、うんうん気の流れを整えたい人とか浄化したい人にとっては、うんうん、あまりいいお花ではない、うんうん、いいものではない、うん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 、だからそこは分かってほしい、うん、で、なるべくだったらみんながいるところにお花を飾ることが大事だからリビングとか、うん、私は2箇所に飾ってるのでリビングと玄関、うんうん、でリビングはやはり家族が集うところだったりするが、そこに飾ったり、また、お一人で暮らしてたとしても、うん、リビングでお食事召し上がったりとか、するわけじゃないですか。うんうん、生活の流れ。うんうん、だから、そこで気の流れを整えていくためにも、家の中、マンションの中、アパートの中でも、真ん中の部分って大体リビングだと思うので、そこに飾られるっていうことはグッドです。うんうん、はい。なので、うん、お花を飾るっていうことっていうのは、うん大層立派なお花じゃなくていいので、うんうん、でそれがやりきれないわっていう人は観葉植物。今100円ショップとか観葉ショップ、植物売ってると思うので、うん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 、それをお買いになっておくといいと思います、はい。で、ことごとく枯れます。どんなにちゃんとしてもっていう時には、やはりその分だけ気の流れを浄化してくれてると思って、ありがとうっていうふうになさった方がいいと思います。なるほどね。はい。ということで、うん、私はお家の中に、うん日の光が入ること、風が入ること、うん、お花があること、草花、ね、があることっていうのをすごく勧めます。だから、うん、朝起きたらカーテンを開ける、窓を開ける、うん、一瞬でもいいから、まあ、高層マンションは無理かもしれないけど、うんうん、いわゆる日の光を入れる、うん、また風を入れ替えるっていうこと、うん、で花を飾るとか、そういうことっていうのは、うんちょっと必要なこととして進めたいです。なるほど。はい。ありがとうございます。あ、じゃああれは、なんか、増加って意味があるのかしら。増加はあくまでも増加なので、うん、花の役目は形上してるけど、うん、内容はしてない。してない。ただ、うんうん、でも悪さもしない。悪さもしない。うん、うん。ドライフラワーも悪さはしないよ。あ、そうなの悪さはしないけれども、うん、ただ、何形とか色をめでるのにはいいけれど、うん、なるべくだったら、お家の中に、気の流れが悪いなと思ってるお家の中には、置かない方がいい。だって、気の流れを吸っててくれてても、わからないじゃない？どうなってるか。はいはい。だから、うん、意味がない。だから、私はドライフラワーは家に実は一個もないです。いただくのよ、よく。ラベンダーのリースとか。と、一日だけ飾ってありがとうって言って、さよならします。はい。なので、ぜひ、お家にお花を飾ったりとか、観葉植物を置く、ポトスとかでもいいので、置くってことをお勧めします。なるほど。うん。うん。浄化気の流れでは一番、手っ取り早い道具。
ということで、ドライフラワー作家さん、プリザード作家さん、造花屋さんごめんなさい。でも私はあまり得意ではない。そこのお家の中にあることが得意ではない。なるほどね。私、唯一、玄関のドア、外なの、うん。家の外に、かけるのは OK。中じゃなければ、うん。外もダメ。あんまり。外ならいいけど、365日かけてるわけじゃないでしょ？ではない。なんかね、いろんな種類があって、それこそ本当増加みたいなの。そう、変える。それはいいんじゃない？私もクリスマス、ハロウィンとか。そう、そんな。そう、そういう時には飾ってる。で、それはクリスマスリースとか飾るけど、これめちゃくちゃイケアで買ったから増加だよね。そういうやつ、そういうの。トゲトゲしたね。もみの木バージョン。でも、山の家は、ほら、もみの木とか山ほどあるから、ガシガシガシって折ってきて、グーンって曲げて、飾ってあるけど、宿り木とかも山ほどあるから。でも、都会はちょっと無理じゃない。だそれを飾るコストコだから持ってると思うけど、それを飾ることは別に、外側に飾ることは別にいいと思う。いいと思うよ。ありがとうございます。大丈夫。はい。ということで、なるべくだったら生花、それから観葉植物が気の流れや浄化というのには働いてくれる。はい。はい。ありがとうございます。はい。私、観葉植物を枯らさない女なんですけど、これはいいこと？枯らさない女？枯らさない。いいことじゃない？いいと思う。あのね、なんか、15年選手とか、20年選手がいるの。素敵、いいと思うよ。なんか、本当に、枯れないのよ。驚くことに。ずっといつまでこの子うちにいるのかしらっていうくらい。わかるわかる。え、うちにもいるよ。羽のなる木ってあるじゃん。うん。あれをちっちゃくもらったんだけど、今、なんか、白い花咲くんだけど、もうびっくりするぐらい大きくて。ちょっと待って、これ家の中にあるのどうなのってぐらい大きくなっちゃって。大きいな。そう。だから、やっぱり、すごくそこが好きと思ってどんどん大きくなる子いるよね。だから、それはいいことよ。なるほど。全く問題ない。そう。あと、球根もおすすめだよ。球根？球根はどうするの？冬になったら、ヒヤシンスとかさ、ブロッカスとかさ、あるじゃん。はい。なんか昔やったと思うんだけど、ああいうのを1月ぐらいから、ほら、水栽培、ムスカリとかそういうので水栽培してて、で、こう、花が咲くじゃん。で、枯れるじゃん。それは捨てるじゃんっていうの。だから、球根から芽が出て、冬の時代、冬ってほら、何も花がないじゃん。だから、水栽培とか球根やるのは大賛成。あら、へぇ。冬の時期ね。なるほどね。昔はよくやったけど、やってる人少ないよね、水栽培。そうね。あ、なんか、たまに友達で、アボカド挑戦してる人、最近よく見るけど。いる。あとね、カイワレ大根刈り取った後、もう一回生えるんだとか、はい。育ててる子いる。豆苗は2作目まで行くでしょ。行く。二毛作や、二毛作させるでしょ。そう。これもう一回食べれるからとか言って、
なるほどって言って育てて、うん、これうちの観葉植物だからって言うから、うん、なるほどっていう友達がいた。うん。うん、全然 OK だと思います。はい。うん、大賛成。ありがとうございます。はい。はい。それぐらいかな。うん、このぐらいで。はい。うん。ありがとうございます。はい。はい。失礼します。はい。では失礼します。はい。はい。